してきました東京の国立競技場です。3年ぶりに12月開催となった日本陸上選手権1万メートル、その3年前は男女で新しい日本記録が生まれました。今日のレースも好記録に期待がかかります。パリオリンピックへと続く今日のレース、この後女子、その後男子の順でレースが行われます。笑顔が見えています廣中璃梨佳、東京オリンピック、さらに今年は世界選手権で優勝も、今日自己ベスト並みの走りを見せればパリオリンピック代表内定です。男子には日本記録保持者相澤晃、さらに世界選手権代表田澤廉などが登場してきます。この後お伝えする男女のレース、解説のオリンピックの舞台で活躍されたお二方です。岩水嘉孝さん、小林由里子さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この後女子のレース、アナウンサー北島でお伝えしてまいります。女子1万メートルのスタートの時間が迫ってきています。世界陸連が定めた参加標準記録は30分40秒、日本歴代3位相当というかなりハイレベルなタイムに設定されています。その中で今日順位に関わらずこのタイムを破ればパリオリンピック代表を内定するのがこちら廣中璃梨佳ですが、小林さん、廣中のコンディションと踏まえてどういうふうに見てらっしゃいますか。はい、先ほどの笑顔を見ますと非常に調子の良さを伺えますよね、はい、3週連続のレースということで走るたびに上げてきている印象があります。そしてこの国立といえば彼女にとって東京オリンピック7位入賞した場所でもありますから、そうですね、この1万メートルどう進めるか非常にスタート直後から楽しみです。お腹のあたりに少しテーピングしているのが見えました廣中です。さあ一方こちら五島莉乃も去年今年と世界選手権の代表、資生堂所属のこの五島ですけれども、岩水さん、はい、この五島にとって30分40秒、さらにこのパリへの道というのはどう見てますか。標準記録が30分40ですので自己ベストからすると少し足りないですけども、先日のクイーンズ駅伝の、ね、走りを見る限りではああいう積極的な走りがですねできれば可能性はあると思いますね。かなり廣中、小林さんにこやかな表情ですね。そうですね、彼女がどこの位置でレースを進めるのかもう考えているものがあると思いますので楽しみに見守りたいと思います。日中かなりの暖かさがありました今日東京都内なんですけれども、3時半時点で 15.5 度、吉川選手のサングラスの合わせてという各選手の笑顔のスタート前の表情をご覧いただいています。岩水さん、このコンディションどう見てますか。12月にしては例年になく少し暑いというふうに印象ですけれども、日陰になってきてますので、選手が、ね、その体感的にどういうふうに、ね、この暑さを、ね、こう感じるかだと思います。スタートの時が迫ってきました。日本選手権女子1万メートル決勝スタートです。スタートの構えで静止をしなくてはいけませんが、一人真ん中の選手が少し体勢を崩しました。もう一度やり直しです。かなり日が傾いてトラック全般は日陰、ひんやりとした空気に包まれています。23人の選手、オープン参加の選手を除くと23人の選手です。スタート前のこの選手たちの表情です。まだ笑顔があります。今スタートしました。1周 400m のトラックを25周、内側から五島莉乃がまずこの集団の前に出て、外側から同じ資生堂に振るにもオープンサッカーのジェプングリッチが出てきています。廣中はまだ今前から5、6番目のあたりを走っているという第2コーナー、これからバックストレートに入ってくるところです。小林さん、はい、ですから31分10秒そして30分50秒というところに、まあ、今大会から導入されました電子ペーサーという選手たちのペースを先行する当たりがつくわけなんですけど、はい、1周あたりのラップでどういうところを見ていけばいいでしょうか。そうですね、前の30分50の青色になりますかね、はい、そのところの位置に廣中選手が行くかなと思ったんですけれども、やはり1人で押していくというのはかなりリスクを伴いますので、はい、この後ろのジュリー選手が引っ張る、後ろにつきながら後半上げていくというレースに
はい、レースプランを考えているのかなと思いますね。参加標準記録で見ますと1周あたりはだいたい73分1分13秒というペースになってきます。まもなく最初の 400m の学生の1周目のゼペンフィニッシュが先頭で引っ張っていく展開です。フィニッシュタイムは1分15秒で通過していきました。岩水さん、この入りどういうふうに見ますか？最初ね、節目は安定しないはずなんですけど、今手元の時計で74秒8秒ですので、はい、これ31分10秒で、だから五島とかのペース、自己ベストのペースで進んでいるので、すごく安定した入りをしましたよ。スタートリストをご覧いただいています。日本体育館の山崎さん、会場の幅沢、廣中、さらに先行の下田美良、金友、木村友香はこの1万メートル距離を伸ばしてきて、非常に状態がいいという話が伝わってきています。さらに福島大学生の山崎、23人の選手、マラソンを経験している選手もいますし、短い距離からこの1万メートルにかけて距離を伸ばしてきている選手もいるという、若いナンバーカード13番コパイサルカ、社会人3年目の選手も非常に状態の良い選手です。まもなく800メートルの距離になります。やはり自然の展開でまもなく決定を通過します。だいたい2分30秒ですから、この1周も1分15秒というペースでした。なかなかない隊列ですね。日本選手権といえば勝負に徹するということで集団になることがあるんですけれども、はい、今回に関しましてはタイムを狙っていかないということを両方とも、ね、追い求めたいといけないということで、かなりもう前半から長い隊列ですね。先頭集団の顔ぶれを改めて見ていきたいと思いますが、オープンサークルのジェプングリッジがいて、その後ろに資生堂の五島里乃、その後ろ帽子をかぶっているのが日本 JP 日本郵政グループの廣中里さん。まもなく 1000m を通過します。 1000m を通過しました。パリオリンピックの参加標準からは遅いペースですが、3分8秒というペースになりました。そして選手たちが走っているトラックの内側、今ちょうど先頭のあたりにこの緑のライトがついていますが、日本陸連が記録を狙う選手などを後押ししようということで、新しいテクノロジー電子ペーサー、このトラック1周1メートル間隔を置きに設置された400秒の LED ライトが点灯して、そのペースをイーブンペースで示しています。参加標準を狙うペースというのがこの後トラックの内側に出ていますが、今は31分10秒のペースです。1200メートルを今通過しました。この1周も75秒ですから、小林さん、非常にこう安定したペースに今進んでいるといいでしょうか。そうですね、ジュニー選手は1万メートル過去に一度だけしか走ったことないんですけれども、やはりレースペーサーの存在が大きくてですね、いらないことを考えずにもう目安に走るということで、非常にレースメーカーにとっては走りやすい存在だと思います。資生堂の後ろ、そして JP 日本郵政グループの廣中里香、その後ろにやはり資生堂今シーズン好調のベテラン高島英子の姿があります。さらに島村の山内、こちらも経験豊富な選手がその後ろ、長身の選手がつけている今年ナンバー15番、縦1列の体型でこの序盤は推移をしています。赤色のライトもこのトラックで表示されるようになりました。電子ペーサー赤がパリオリンピックの参加者を狙うペース、一番後ろのこの集団は白いライト、ラインには点灯していますが、そこにも4人選手がついています。ですから平部さん、かなりこの体験がばらけているというのは序盤の展開になってきています。そうですね、前半ですね、ここで今先頭100メートル通過です。いいペースです。五島選手であったり高島選手の31分10秒のペースを今キープしてらっしゃるんですけども、このペースは彼女たちにとって比較的体感的にも余裕があると思うんですね、はい、ですからこのままいけば後半しっかりとペースを上げることができれば、大幅な自己ベスト更新が、ね、見込めますね。もうすでにオープン参加のジェプングッチの後ろには3人というところで少し間隔が空くような展開になってきています。そうですね、木村選手も前をこういう形になりそうですね。そうですね、はい、資生堂の五島がいて、廣中里里香がいて、その後ろに資生堂の高島がいます。その後ろ、青のユニフォームが積水化学の木村友香、この木村も今シーズン非常にいい状態で練習を始めています。さらに第一生命グループの小海遥香、20歳の選手、オープン参加の選手を除くとこの一番最初の集団というのが
が縦5人という状況です。縦4人日本選手。まもなくこの時のホームストレートの終わりで 2000m の通過になります。かなり先頭集団は安定したペースでここまで来ています。今 2000m を通過しました。6分14秒で通過しましたから、これ31分10秒のちょうどイーブンペースと同じくらいということになっていますね。廣中選手以外の3名はもう自己ベスト以上の走りをこの時点でしておりますので、まずは5000までどれだけ余裕度を持って進めていけるかというのが非常にキーになっていますね。資生堂オープン参加のジェフ・クリッチがいて、その後ろに資生堂五島莉乃がいます。注目の選手の自己ベストのタイム、廣中璃梨佳選手は30分39秒、去年の世界選手権オレゴンでマークしたタイムです。その廣中の後ろに35歳のベテラン高島がいて、積水化学の木村、この5人がですからこの31分10秒を平均するタイムに今ついていっているという状況です。その後ろを見ますと3人の選手がいます。パナソニックの渡辺奈々美、さらに今シーズンマラソンから MGC にも出場しましたユニクロの吉川由美がいて、第一生命グループ小海遥、アジア選手権の金メダリストもいます。この3名はもう32分10を目指したいということで、目指すしかないんだと、力以上になってしまうけれどもそこに行かないと来年のパリはないという思いで走っている3名ですね。 2400m を今通過、残り19周、この1周74秒、先頭集団1分14秒で通過しています。少しこの集団から小林さん、はい、木村選手が少し離れるような展開になってきましたか。そうですね、今日ダークホース的存在で私挙げてた一人なんですけれども、彼女がもう追われない立場、5000でのパリを狙っている中で1番でどれだけ走れるのか非常に楽しみにしておりますので、ここからどう粘るかですね。まだ離れても、はい、その木村選手の内側には緑のライトがついています。そこのライトについているような状況です。ただ後ろの3人がその木村に追いついてきそうな展開になってきました。ジェプングリッチの少し内側を走る五島莉乃、廣中、そして高島の先頭集団です。木村選手は、ね、調子は悪くないんですけれども、本来の動きよりは少し硬いかなというのは、ね、見受けられますね。先週も5000m の記録に挑んでいった村田選手だったんですけれども、今日は1万メートルに出場。先頭集団が少し赤のライトとの距離を詰め始めているでしょうか。まもなく 2500m の通過です。この1周少しペースが上がったでしょうか。今通過しました。この1周1分14秒74秒ペース。岩水さん、このペースはどう見てますか。これ先ほどまで74秒8のペースだったんですけど、ペースぐらい赤を追い出してるんですよね。そうですね、これ登場記録をもしかしたら視野に入れた展開に変わってきて、ここ気候条件も意外にいいっていう判断してるんですね。なるほど、ほとんど風がないという岩見さんとのコンディションですね。もうフェーシングライトの前に今もう赤と青の間に完全に前に出ましたね、はい、赤を追いかける展開になってきました、ね、さあ間もなく 3000m の通過です。パリオリンピックの参加標準との差が5秒から6秒ほどが今通過しました。 3000m を通過、9分19秒で通過していきました。後ろの集団から第一生命グループの小海遥香が1人抜け出して、その先頭集団に追いつこうという動きに変わってきています。今年バンコクで開かれましたアジア選手権で金メダル、小林さん、高校卒業して社会人3年目の小海選手ですね。まだまだ20歳で若いんですけれども、彼女は1万メートルをどう表現するかっていう自分の力を出し切る才能がありますよね。すごく考えて、コンスタントに力を出しますので調整能力を上げています。3200m も今先頭集団が通過、残り17周です。先頭集団の内側、赤いライトとの距離もやはり少しずつ詰まってきています。赤のライトは30分50秒を平均したバッタタイムのペース設定。このようにトラックの内側に400個の LED ライトが設置されています。そのライトを追いかける選手たちです。オープン参加のジェプングリッチ、先頭集団資生堂の五島莉乃、 JP 日本郵政グループ廣中璃梨佳、さらに資生堂高島由香。今回前の集団高島選手、最年長35歳なんですけれども、2016年のリオオリンピック代表1万メートルですが、約10年経って再度このパリで自己ベスト以上の走りを今表現しているというのは非常に勇気をもらえるというか素晴らしいですよね。先日の実業団駅伝5区で区間賞、
素晴らしい走りがありましたよね。駅伝には滅法強くてですね、チームのためにっていうのがもう年々意識が上がっていると彼女は話してましたけれども、本当に彼女の原動力勇気をもらいます。さあ、その先頭グループにやはり第一生命グループの小林遥が近づいてくる中で3600m の通過、この1周1分15秒、74秒から75秒という展開になってきています。小海遥は 3200m にかけての1周が73秒ぐらいのペースがこれ先頭に迫ってきているという情報です。やはり今シーズン自己ベストを連発しておりますので、はい、あの若い力で果敢にチャレンジしてほしいですね。さあ、これで五島がジェペングリッチの内側に少し入るような展開になってきています。廣中の内堀というのは小林さんの目からどういうふうに見てますか？非常に落ち着いていいと思います。彼女は5000以降、後半の5000がしっかり上がってくるような選手ですので、はい、しっかりじっくり今試合を進めているところだと思いますね。小海遥が先頭集団に加わりました。日本選手4人、オープン参加の選手を含めると5人という先頭集団です。この後のホームストレートの終わりで 4000m の通過、パリオリンピックの参加標準記録は12分16秒、そのタイムを超えています。フィニッシュラインを通過して 4000m です。今通過しました。12分27秒、ですから31分10秒を切るタイムで通過しているというペースになります。さあ、長い長いこの 1万m ですが、今日解説の小林美子さんから事前に1万 m の魅力というところでポイントを挙げていただきますが、まずこの 5000m までの余裕を、これを一つ挙げていただけますね。オリンピック種目のトラックでいうと一番長い種目になりますけれども、やはりいかに最初の5000をペース走までいかないんですけれども余裕を持っていくかというのが鍵になりますね。その中でこの余裕度というと、この先頭集団見てどうでしょうか？小林さん、あの前の2人はかなりまだまだ余裕がある、はい、印象がありますけれども、はい、前半貯金を作ろうとしてしまうとラスト3000でどうしても失速につながりますので、この部分というのは焦らないことですね。さまざまな選手、さまざまな距離を走る選手もこの1万メートルには参加してきています。大島、廣中、さらに高島、小海、この4人の先頭集団、その中で高島選手はサバイバル感を楽しんでほしいという話がありますが、宮水さん、この話はどういうふうに気になりますか？あの高島選手は1万メートルの中盤の粘りが持ち味ですね。ですからこの今の、ね、このペースがうまくリズムに乗っていけば中盤しっかり粘れると思うんですね。自己ベスト、大幅な自己ベストを更新できますね。4400m、それがこの1周1分14秒74秒ペース変わらず、ですからペースも74秒から75秒というペースで安定しています。今日本選手全体の5番目の選手がホームストレートを通過しています。高島選手はベテランなんですけれども、国立を走るのは初めてということで、はい、楽しみな気持ちは非常に強いって言ってましたね。なるほど。その中で若い小海遥選手は走りながらレースプランを考えられる、まだ20歳の選手ですけれども、このようなコメントを残しています。一度後ろのところからこの先頭集団に追いついたという新潟出身、仙台育英高校から社会人3年目の小海遥選手です。小林さんはこの選手の魅力、伸びしろ、どういうところを期待されていますか？そうです、非常に伸びやかなフォームが印象的で、高島選手はピッチで押していくタイプで、廣中選手はガシガシとこう力強くいくタイプ で、五島選手は骨盤をこう、ね、ひねりながら、それぞれ4人ともフォームが違うんですけれども、ね、高井選手も将来楽しみですよね。4800m を通過します。この1周が1分15秒、先ほどまでに比べるとこの選手たちの前を行く赤のフェンシングライトの距離が少し広がってきたような印象もありますが、岩水さん、このペースはおそらくこのまま行けば15分35秒ぐらいで通過するんですね。そこからね、今見てたら吉本選手、廣中選手はこのペースが前に詰まってますから、足が、ね、余裕を持って走ってるような印象ですね。あ、ここで廣中が横に出て五島の横に並ぶ。 5000m 通過の手前、廣中がこれ前に出た。 5000m の手前で廣中が先頭に出ました。今 5000m を通過、15分33秒。さあ、この仕掛けどころ、小林さん、いかがですか？後半に仕掛けたいと考えていましたけれども、それがラスト3000ぐらいかなと予想しておりました。まさかラスト5000から行く勇気というのは、さすが世界にこう視野が広がっている証拠ですよね。視線は先にこの赤のライトに向いています。今
野中さん15分32で通過したんですけど、これ後半を30分40秒で走ったのは、15分7秒で走ったんですけど、先日日体大記録会で彼女15分7秒で走ってるんです。そうなんですよね。ペースアップして15分7秒で引けるイメージをすることができれば、今は切り替えて標準記録を狙ってますね。これ広中この1周73秒、ペースを上げました。後ろの集団はまだオープン参加のジェプングリッチのすぐ後ろについていますが、広中選手オリンピックを含みまして1万メートル8本経験してるんですけれども、全てのレースが春と夏だけなんですよね。今回この12月少し、ね、気温は高いですけれども、冬のレースで彼女 の, このロードシーズンの強さ、いや今から後半楽しみになってきましたね。3年前は日本選手権冬に行われましたけれども、5000メートルに出場して田中希実選手にラスト1周で引き離された悔しさがありました。この今年は1万メートルで出場、国立競技場トラック脇から見つめる陸上ファンの声も後押しします。明らかにペースが上がりました。5000メートル手前で広中が前に抜け出しました。ただ後ろの集団もあまり大きく差が開くことない状況でついてきています。この後のホームストレートの終わりで 5600m の通過、2秒差、今木野中先頭で通過、2秒差で後ろ小島、高島、そして小海が行きました。この1周70、木野中は大体73秒から74秒ぐらいのペース通過しています。まだまだ前を追えるこの絶妙な距離感ですので、これは見応えのあるレース展開になりそうですね。まだそこまで差ついていませんよね、はい、広中とも少し差が詰まってきたでしょうか。差が詰まってきています。オープン参加の自分組に基礎の後ろに資生堂、星丸の高島由香、さらに第一生命グループの小海遥香、先頭広中との差が詰まってきています。岩水さん、追う側の心理としてはどういうふうに思いますか？やはりこう人の後ろについてた方がリズムが取りやすいんですよね、はい、ですからこう五島さんの勝負どころになった時のこの切り替えがちょっと一つのポイントになると思うんですけど、思いのがこう広中さんが、ね、前に行ききれてないんですけど、このまま多分吸収されますね。また差が詰まってきています。この後 6000m の通過、今通過しました。18分38秒、ですから大体31分5秒くらいのこのままいくとペースになります。確実に五島がその差を詰めてきています。後ろの集団まもなく吸収されそうな距離感になってきました。追い込まれた時に力まないということですよね。この後7000以降からきつくなりますので、はいはい、ここでまずは力まない。一つの集団に変わりました。ここでオープン参加のジェプングリッチの横に資生堂の五島、高島が行きます。ここで五島が前に出ます。五島がここで初めて先頭に立とうとします。五島が引っ張る体型に岩水さん、この場面になりましたね、はいはい、五島さんこう今表情を見てても、余裕がありますの でジュディさんが少し、ね、きつくなってきましたので、五線香をしっかりと、ね、これペースアップしていくようなねこう感じがしますね。石川県出身、星稜高校から中央大学、去年今年世界選手権出場、31分10秒02というのがこのトラックの1番テーブルの自己ベスト、星丸の選手です。1400m を通過しました。この1周76秒、ややペースが先ほどに比べると落ちてきたでしょうか。解説の小林由里子さんが残り 3000m というところをポイントに挙げていらっしゃいましたけれども、各選手の駆け引きの心境面というのはどういうふうに感じますか？そうですね、五島選手と廣中選手の2強というふうに挙げてたんですけれども、そこに高島選手、そして小海選手の高い力がね、4選手になるとは思ってなかったですよね。また小海選手は自己ベストで32分台の選手がこの位置で走れる度胸というのも、ね、非常に伸びしろを感じます。資生堂の星は JP 日本郵政グループの広中、その後ろに資生堂の高島がいて、第一生命グループの小海がいます。先頭集団日本選手4人、
まだ31分10秒を示す緑のライトの前をこの集団は走っています。ですから後半のペースアップによっては30分台もどうかという岩水さんペースですね、はいはいはい、今の五島さんの表情を見ると後半しっかり上げられれば30分台は出ますね、あ高島さんも大幅に出ますね。6800m を通過、残り8周、この1周1分15秒、このままいくとも標準記録というと少し難しいと思いますね。黒中さんも勝負に2回いましたね。なるほど、順位をかけた。ですからどこでもう一段またギアを上げるタイミングが各選手、各選手のタイプを考えると小林さんどうでしょう、誰がまずこう仕掛けたいと考えているのがあるでしょうか。そうですね、スピードの観点から言うと向井選手にありますけれども、ラスト2000の上がりでいうと黒中選手は非常に強い、ただ今日の動きを見ていると三島選手が非常にまだ余裕度で言うと一番あるかなと思いますね。 7000m を通過しました。21分47秒、21分47秒ですからまだ31分10秒を切るペースでこの先頭集団は走っています。三島、廣中、その後ろを走る3人目、高島は 1万m の自己ベストは6年前にマークした31分33秒、これを上回るペース、ベテランです。かなり辺りが暗くなってきて選手たちに光が照らし出されています。まもなく 7200m の通過、今通過しました。残りは7周、三島、さらに廣中、この縦の隊列の関係はこのところは変わりません。ベテランの高島相手、ここは1回選手の表情を持っていますが、いや皆さんはどう見えますか。この今日本の選手の表情はみんな表情はいいですね。いいですか。廣中さんは電動掲示板を見ながら自分の位置を確認しながら走ってますので、今スタートするタイミングを伺ってます、ね、高島さんは非常にいいですよ、前に行って、小林さんもいいですね。高島は徹底してこう五島の後ろを守ってきた、ここまでのペース展開、一番後ろの小海は少し最初離れたんですが、ペースを上げてこの先頭に追いついたという今日のレースです。高島選手は五島選手と練習内容で同じ練習を続けておりますので、はい、いい指標といいますか、それがいい関係で話していますよね。五島選手は世界選手権には出てるんですけれども、廣中選手に周回差となったという、今年ね、すごい記録を上げまして、世界陸上等でなかなか結構いい結果を取れますが、やはり現在の練習ですし、7800m を通過、またペースが少し安定してきました。この先頭集団です。選手権での10位が、ね、非常に重要になってきますので、ここで廣中の前に高島が出ました。この選手より、はい、高島が上がっています。やはりこの今ジュリーさんも五島さんも高島さんも普段から、ね、一緒に練習してますので、はい、そういった、ね、この普段から このリズムですよね、取りやすい位置で、ね、走ってますので、なるほど。資生堂勢が今オープンサンダーのテクニックの後ろに五島リード、さらに高島由香、廣中がこの段階で3番目の位置取りに変わりました。小林さんどうでしょうか。なってくるともう上半身といいますか頭が揺れ始めるんですけれども、まだそこまでではないんですが、どうでしょう、彼女の得意なのは2000からの切り替えですから、8000m 通過、この後廣中どうか。24分50秒で 8000m を通過しています。まだ31分10秒を切るペース、残り5周です。レース展開ですね。日本選手全体で見ても過去5人の選手しか到達していない 8万メートル、それに迫るペースでこの先頭集団も走っています。廣中は少し視線を下に落としながら、まだ8000メートル、この後8400メートルを通過します。
しまたペースが上がってきたでしょうか。まもなく 8400m の通過、残りが5周になります。この1周1分14秒、変わらず。さあ仕掛けるところ小林さんどうでしょうか。そうですね、廣中選手は果敢に攻めるイメージがあるかと思うんですけれども、はい、ただこの1年間はラストスパートにこう磨きをかけるトレーニングをしてきまして、はい、世界選手権のラスト 100m でも前を追いついて7位入賞ですから、いろんな武器が今ありますよね。なのでどういったレース展開を彼女は今模索しているかというのが気になりますね。高島は少し口が開いてきています。前から2人目、3人目を受けている姿勢の高島、一番後ろの今回も口は開いています。廣中はまださほど大きく頭は揺れていません。今ホームストレートに入ってきた赤のライトが30分50秒を示すペース、電子ペーサーの明かり、そこの明かりから少し差が開いて先頭集団がやってきます。このライトが赤の電子ペーサーのライトです。すでに5位集団とは先頭グループ40秒以上の差が開いています。それだけこの先頭集団はハイペースを維持しています。まもなく 8800m の通過、廣中がまた2番目に上がっている。残り3周、高島選手が少し口が開きましたね。幅が、ね、少し狭くなってきた印象なんですけれども、高島が4番目に下がりました、はい、今回が8番目に上がった。さあ残り3周を切りました。
でしたね。本当ですよ。高島選手も本当にもういやチャレンジングな素晴らしいレース展開ですね。それぞれが力を出し合ったラスト勝負になりました。女子1万メートルラスト1周、廣中のモードルの差のスタート、ベテランの高島はそれに食らいついてこの後悔もついていきました。自己ベスト大幅更新という選手も出ています。5位で帰ってきたのは三井住友海上の樺沢、今フィニッシュ。今シーズンは過去距離で自己ベスト更新している樺沢がフィニッシュしました。すごくクレバーな走りをしましたね。クレバーでしたか。はい、あの途中、まあ、あの標準記録を狙いに行ったと思うんですけど、はい、あのまあ、今あの多分集団で走ってあの勝負にあの途中で切り替えたんですけども、その中でこのあの、まあ、日本選手権優勝というところとこのタイム、これがあのワールドランキングを意識し て も, あのもう1200ポイント以上取ってるんですよね、はい、30分台でこの大会グレードで優勝ということですから、これは大きなスコアがつきますよね、はい、そうですね、まあ、彼女は、まあ、どこかで標準記録を切りに行くとは思うんですけど、はい、もう1本、ね、こういいレースでこうタイムのポイントを取っていけば、まあ、可能性広がりますから、3年前に東京オリンピック代表選考レースとなりました日本選手権で田中希実選手ラストスパートで敗れたんですよね、はい、その時に流した涙というのが忘れられなくて、私がラストが弱いんですっていうそこを破ったような、また進化した田中選手を見させていただきましたね。このところでは様々なレースパターン、いろんな一つのパターンではない形での戦いを見せている廣中璃梨佳選手です。今フィニッシュしましたのは大阪学院大3年生の永永理央が今フィニッシュしました。大学生も3人女子1万メートルには出場しました。5位に三井住友海上の樺沢若菜も自己ベスト、6位に先行の下田平渚も自己ベスト、そして7位は JP 日本郵政グループの姿宮香、8位エディオンの矢田美久に、ここまでが入賞です。ですから8位入賞までで見ても自己ベストをマークした選手が5人という展開になっています。これだけのハイレベルな日本選手権1万メートルってかつてあったでしょうかっていう、ね、素晴らしいレースですね。放送席そして観客の皆さん、見事3連覇を果たした廣中選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずこの3連覇、今どう受け止めてますか？そうですね、駅伝から3連戦でこの日本選手権に臨むということで、まず先週の 5000m でいい刺激が入ったのがまた自信となってこの舞台にまた戻ってこれて嬉しかったのと、またでも1万 m になるので後半のやっぱ疲れという部分で不安も少し、レース中見えた部分あったんですけど、そこからまた立て直してまた本当スタンド本当に近くでたくさんの応援が聞こえて本当に力になりましたし、背中を押してもらいました。今日は近くで観客のこの大声援がありました。どのくらい力になりました？そうですね、本当もうなんかスタート前登場する時から本当にたくさんの方々が頑張れと声援を送ってくださり、レース中もそうですね、もうタイムをが観客の声援で隠れるぐらい大きく聞こえました。そうでしたか。レースの中ではラスト5000でまず前に出ました。あの時のレースプランはどうだったんですか？そうですね、自分の中で
赤のライトが目印となっていたので、そこに向けて徐々に上げていきたいなという気持ちで臨んだんですけど、なかなかそこまで行ききらずに後ろの選手が追いついてきたので、まあ、そこにリズム取りながら、もうラストは行ってやるんだという気持ちで頑張れました。ラスト1周まで4人の争い、ラスト200でもう一度スパートをかけ直しました。あの時はどんな気持ちだったんですか？そうですね、もう、もう自分の、ゴールだけを見て、がむしゃらに走ろうという気持ちでもうゴールにぶっ込む気持ちで行きました。そしてパリオリンピックに向けての戦いがまたここから始まっていきます。パリに向けての思いというのはいかがですか？そうですね、本当にパリオリンピックも5000メートル、1万メートル2種目で必ず出場したいので、そこに向けてしっかりまたコツコツ練習していきたいです。3連覇を果たした廣中璃梨佳選手でした。おめでとうございました。たくさんの応援ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。インタビュー西川のりたかアナウンサーです。小林さん、何かこう非常に冷静なコメント、そんな印象もありましたけれども、かなりレースプランどういうふうに起きなりましたか？そうですね、3連覇がかかる、非常に守りに入りたくなる気持ちに、ね、させられるんですけれども、そうではなく攻めた走りに徹した廣中選手、見てる世界がやはりパリというところで非常に楽しみです。また自己ベストではこう意味がないんだというような涙を流した五島選手の、ね、モチベーション、これからも、ね、続き、見守りたいですし、彼女また一皮受けて帰ってきてくれると思いますね。多くの選手が今日自己ベスト更新したというレースになりました。1万メートルのみですね、記録を狙いやすいこの12月に設定するカレンダー組まれましたけれども、男子もこの後楽しみです。福士加代子さんの6連覇に次ぐ廣中璃梨佳選手3連覇、しかも30分台というタイムが出た日本選手権女子1万メートルの模様をお伝えしてみました。放送席の解説は小林さん、岩水義孝さんのお二方でお伝えしています。岩水さんは今日の、はい、この女子のレースどういうふうにご覧になりました？まあ、当然その世界大会、オリンピック、来年のオリンピック出るためには標準記録というところを目指してたと思うんですけど、はい、まずもう一つの条件ですね、ワールドランキングというところを意識した中で、それぞれが積極的な走りで自己ベストを更新するというところがすごく見応えがありましたね。ここまで女子のレースをお伝えしました。